レビ<ズ>ウクライナのコルスンスキー駐日大使は10日、東京都内の日本記者クラブで記者会見し5月に広島で行われる G7 サミット・主要7カ国首脳会議についてゼレンスキー大統領が招待を受けていて対面かオンラインかにかかわらず参加できることを望んでいると語りました。 コルスンスキー氏はサミットでは核拡散問題や核安全保障が焦点になるとの見方を示しましたその上でチェルノブイリ原発事故を経験しロシア軍による原発への攻撃や核兵器使用の脅しを受けているウクライナの声を伝えたいと訴えました